どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月15日の木曜日なんですけれども、本日15日の公示で東京オリンピックが行われるため、1軍の全選手、これはタイガースも含めて12球団全部の選手が登録抹消になりました。で、今回の動画では、まあ、今後ね、後半戦がまた始まっていく中で、ローテーションというところにフォーカスをしていきながら、まあ、タイガースの8月9月の日程も見ていきながら、そして青柳投手がオリンピックに選ばれているという現状であったりだとか、まだ今シーズン1軍で投げていない2軍で調整中の先発投手のね、まあ、現状についても見ていきながら、まあ、どんなローテーションになりそうなのか、まあ、現時点での予想というところをお話ししていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますけれども、まずこの全選手の登録抹消というところですね。まあ、8月の12日までね、まあ、公式戦というのは中断されて13日から始まるわけなんですけれども、まあ、それに伴って全員がこう抹消になっていると。でまた1軍に上がってくる時というのは、まあ、横一線というほどではないですけれども、まあ、もしかしたらタイガースの中でもね、まあ、これまで1軍に上がってない選手もその間に上がってくる可能性があると。まあ、そこに関しては非公式試合であったりだとか2軍戦、まあ、いろいろとねこう選手を振り分けていきながら調整させると思うんですけれどもね。まあ、外国人選手も5人、まあ、一旦ね母国に帰って家族と会ってっていう流れがありますから、まあ、いろいろとね変わってくるのかなという感じなんですが、まあ、その中でもローテーションですよね。まあ、タイガースは残り59試合残して、まあ、再スタートとなる後半戦なんですけれども、まあ、実は8月のスタートっていうところに関しては6カード連続で現状 B クラスの球団と当たるわけですね。でこちらの日程なんですけれども、まあ、見ていただいてわかる通り、まあ、B クラスの球団と当たっていくと。まあ、最初はカープとね京セラドームでやって、でその後ベイスターズ、ドラゴンズ、ベイスターズ、カープでまたドラゴンズで、まあ、9月になってジャイアンツ、スワローズが入ってくるっていう風な流れなんですね。でやっぱりジャイアンツ、スワローズに勝つっていうのも当然なんですけれども、まあ、この B クラスとの当たるこの8月で取りこぼしはできないわけですよね。まあ、7月最後タイガースは負け越してますから、やっぱりこの8月でねその借金というか負け越した分を取り返して、まあ、勝負の9月10月っていうところで、まあ、それを逆算してローテーション組んでいきたいところなんですけれども、まあ、やっぱりまずは金曜日スタート、そしてジャイアンツ戦も金曜日っていうのを考えると、まあ、青柳投手でいきたいですよね。まあ、普通に考えればそうなんですけれども、ただ青柳投手は東京オリンピックに選ばれてるっていうことが、まあ、ちょっとここがネックになってくるわけですね。というのも東京オリンピック決勝まで行けば8月の7日がね、まあ、その決勝戦になるわけなんですけれども、まあ、先ほどもお話をしましたが、タイガースのリーグ戦再開ね、後半戦は13日からなので、もし青柳投手が8月の7日に投げていればね、まあ、中5日になってしまうと。で最初青柳投手は東京オリンピックね、侍ジャパンの1試合としては、まあ、第2先発なんじゃないかと言われていたんですけれども、まあ、菅野投手が辞退したりだとか、まあ、千賀投手もなかなか状態が上がってこない。で、こういう状況を考えていくと、まあ、もしかしたら先発ローテに入る可能性はあるんじゃないかって言われてるんですね。まあ、やっぱりね、青柳投手の今シーズンの成績を見ていると、まあ、12球団で一番安定している投手と言っても過言ではないと思いますからね。まあ、自然とそういう流れの中で序列が上がってくるのは当然かなと。で、まあ、やっぱり青柳投手自体が変則投手ですから、まあ、なかなか外国人選手も対戦したことがない選手もたくさんいる中でね、まあ、できれば稲葉監督からすればたくさん投げてもらいたいと。で、今回のオリンピックがいくらね移動が国内とはいえど、まあ、体力的にも精神的にもね、まあ、戦った後の疲れというのはあるでしょうから、まあ、正直8月の13日頭行くのは難しいんじゃないかなと個人的には思ってるんですね。で残りの先発ローテを考えていくと、まず秋山投手ね、まあ、秋山投手は前回ジャイアンツ戦にも勝って、で、まあ、先日ね中継ぎでも好投しましたけれども、まあ、この青柳投手と秋山投手っていうのはローテの中でもセットでいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、秋山投手は先発として起用された前々回ですかね、まあ、ちょっと打ち込まれる形になって、まあ、中4日でジャイアンツ戦という流れでね、まあ、矢野監督からもいろいろと葉っぱをかけられたと思うんですけれども、まあ、そういうね葉っぱをかけられると奮起する選手なのかなというのはね、まあ、前回のジャイアンツ戦でも感じましたし、まあ、今シーズンの成績的にもね、まあ、十分大事なところを任せられる投手ですんで、まあ、それを考えていくと、まあ、金曜日ね秋山投手から始まってもいいのかなと思ったり、でもう一人の候補とすればやっぱり西投手なんですね。まあ、西投手に関しては前回魂の負け完投と言いますかね、まあ、本当に素晴らしいピッチングで、まあ、1点あの1球がね、まあ、悔やまれる展開ではあったんですけれども、まあ、それでも本当に素晴らしいピッチングでした。勝てなかったのが本当に残念なんですけどね。で今シーズンの西投手からすると負けが先行していて、で2ヶ月ね、まあ、ちょっと通算100勝というところが、まあ、この1ヶ月の期間によってお預けになってしまうと。でそういったことを考えていくと、前回ね西投手は広島打線に打ち込まれてるんですよね。確か7点ぐらい取られて、でまあ、それをねリベンジの意味としても頭8月の13日、まあ、京セラドームのカープ戦面白いと思いますし、で投げ慣れてる京セラですからね、まあ、オリックスでいっぱい投げてきましたから、でそれプラス通算100勝への思いとか、まあ、前
年間やられてるカープ戦、まあこういったことを全部考えていくと、まあ理想はね、もちろん青木投手が言ってくれれば、矢野監督もそれが理想だと思ってるはずなんですが、まあ疲れとか、まあそういうものを考えてくると微妙になるのかなということで、まあ青木投手が厳しいとなった場合は、この13日の頭、個人的には西勇輝投手面白いんじゃないかなと思ってますね。で、あとのローテーションというのを考えていくと、まあ伊藤投手、ガンケル投手、アルカンタラ投手、まあこれがね、基本的な6枚として、まあ後半戦も行くかなと思うんですが、ただ、まあ正直あと1、2枚は考えていきたいところですよね。まあずっと6人で回すっていうのは厳しいですし、まあ若い投手ね、前半戦西純也投手とか村上投手、いろんな投手を試しましたけれども、まあなかなか後半戦すぐに行こうかとはならない中で、まず候補上がってくるのは二保投手だと思うんですね。まあ基本中継ぎ待機にはなると思うんですけれども、矢野監督がね、前回コメントを出していますが、二保はもともとどっちでもできると思っている、いろんなところで力になってくれるんではないかなと思いますということで、まあいきなりね、先発して4失点逆転されましたけれども、まあその後はずっと中継ぎ登板も踏まえて抑えてるんですよね。で、中継ぎをね、まあ基本的にやるという流れになる中で、まあ7回、8回を力で抑えるタイプじゃないっていうことを考えると、まあ個人的には万能投手の位置に立つんじゃないかなと思うんですね。まあ厳しいとなった場合は先発に行ってもらったりだとか、まあちょっと中継ぎね、まあ6回、7回もそれこそ前回のような第2先発とか、まあいろんなことを試されながら。ですのでそういうことを考えていくと、今後トレードね、まあ期間が残り1ヶ月半ぐらいあるわけなんですが、まあ正直パワータイプの右ピッチャー欲しいですよね。で、ある程度実績が残ってる投手で、まあこういう補強ができて後半戦に入れたらベストかなと思うんですけれどもね。まあ二保投手も十分先発としての可能性はまたあるんじゃないかなと思います。そしてもう一人二軍で投げてる先発投手といえばエドワーズ投手ですね。まあエドワーズ投手はね、もちろん皆さんご存知の通り中継ぎ投手なんですけれども、このエドワーズ投手は7月の頭から、まあ先発に挑戦ということでね、もちろんこう中継ぎを完全にやめたわけではないんですけれども、まあ自分の幅を効かせるために先発にも転向してると。で、1試合目に関してね、初めての先発に関しては、まあちょっとフォアボールが絡みながらの失点というのがあったんですが、で、前回2回目の登板に関しては、無四球フォアボールを与えることなく6奪三振ということでね、まあしっかり適性もアピールしてると。で、やっぱりこの事実を考えていくと、前回ね、アルカンタラ投手が矢野監督からちょっと酷評をね、もらってしまったので、まあエドワーズ投手との争いっていうのも考えられると思うんですね。まあガンケル投手はね、昨日打たれましたけれども、まあ安定感というか信頼感は変わらないと思いますし、アルカンタラ投手、エドワーズ投手、まあチェン投手も含めて、まあこれが良い悪いではないんですけれども、まあエドワーズ投手は日本に残ると、まあタイガースの外国人選手ね、国に帰ってもいいよというふうに、まあそういうね、部分が出てるわけなんですが、エドワーズ投手は残るということをね、まあ球団に伝えてるみたいなので、まあアピールの時間が残されていると。まあもちろんアルカンタラ投手も一旦家族に会いに行ってね、まあしっかり英気を養って帰ってきてほしいところで、で、エドワーズ投手は非公式試合とか、まあ2軍とかね、まあ大体アルカンタラ投手よりも、この日本に1ヶ月、まあアピールの期間があるわけですからね。まあここまでエドワーズ投手はちょっと不遇なところっていうのがあったんでね、外国人選手の枠で抹消しなければいけないというところがあったので、まあここで思いっきりアピールしてほしいなということでね、まあこの二保投手、エドワーズ投手、十分候補に入るんじゃないかなと思います。で、あとはやっぱり我々タイガースファンが待っているのは、優勝へのラストピースと言ってもいい高橋遥人投手ですね。で、高橋投手に関しては、先日ですね、初めてこう、シート打撃に登板ということで、まあ52球で最速は146キロと、で、コメントを出しているんですが、自分の感覚と合ってくれば、前よりもいい球を投げられる感覚はあるんですけど、そこがまだうまくいっていない。変化球は全然 OK で、まっすぐがちょっと弱いという自己評価で、で、安藤ピッチングコーチは、状態が良ければシート打撃に入っていこうかなと、状態を見ながらですっていうね。まあ本当にこの高橋投手が復活してくれたらめちゃめちゃ大きいですよね。まあどこか9月、10月ね、もう最後の試合でもいいんですよね。もうジャイアンツ、ヤクルト戦とかでバシッと数試合ね、きっちり投げてくれると、まあ本当にチームとしてはありがたいと。まあ全然中10日投げましょうでもいいと思うんですよね。まあ本当にラストピースになるんじゃないかなと。で、タイガースは2軍は23日、7月の23日から動き出しますんで、まあブルペンで100球ぐらい投げてフリー打撃行って、そしてあとは実戦になりますから、まあ非公式試合でいきなりというよりも、まあ2軍戦が先になるとは思うんですけれどもね。まあできればこのオリンピック休みに投げてる姿を見たいと。まあ大体ブルペンでは100球ぐらいね、投げていたみたいなので、可能性は十分にあるんじゃないかなということでね。まあ本当に最後の秘密兵器としての活躍期待したいところです。ということで今後のローテーションどうなっていくのかという部分なんですけれども、まあ現状セリーグね、もうタイガース、ジャイアンツ、スワローズ、この三つどもえみたいな感じになってますから、まあ A クラス、B クラスの差がはっきりしてる状況ではあるんですが、まあそうは言ってもね、逆に言うと B クラスの戦いでは絶対に落とせないところになってきますからね。まあこのローテーションどう組んでいくのかっていうのは、まあこれからのね、流れで変わってくると思うんですが、まあとにかくタイガースとすれば打線のテコ入れもそうですし、まあ先発投手で中継ぎ投手いろいろとね、まあ課題がちょっと前半戦の最後浮き彫りになったかなというところなんですけれども、まあ非公式試合二軍戦を使ってね、まあしっかり調整していきたいところだと思いますし、まあこの辺は矢野監督もいろいろ考えてね、選手を振り分けていくと思いますから、またこう最新情報入ったらね、まあどういうローテになりそうなのか、スタメンのところもそうですけれども、まあきっちり皆さんにお伝えできればなと思います。
ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者11,400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者12,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。今後どんなローテーションになっていくのか、非公式試合2軍戦のアピール注目したいところです。ではまた。